ジャッキアップポイントっていう、これ、これ。え、違うの？違うんですよ。え、何なのあれ？出た。あ、え、どう？これいく？俺、これあっさりして好きなんだけど。これ意外に悩む。ああ。もしかしてジャッキの種類とかにもよって、はいはい。ジャッキアップの場所と馬をかける場所。ああ。ジャッキアップの場所ってさ、新型ジムニーになってさ、ホーシングの真ん中になんか変なジャッキアップポイントついたじゃん。はいはいはい、あれさ、邪魔くさくない？あれ、まあ、フロントはまだいいよ、やっぱりって。あれですね。リア。あれですね。うん、ジャッキアップポイントっていう、これ、これ。え、違うの？違うんですよ。え、何なのあれ？あれ、ジャッキアップポイントっていう言い訳パーツなんです、あれ。出た。うわ、すげえ。あれ、補強なんですよ。そうなんだ。あそこの、確かにあそこの溶接の剥離トラブルが23の後期で多発してるの見たことあるんですね、はい、でそれだからあんな半端な位置についてるそう俺なんかそういう噂がありますいやー正しいっぽいなそれなあの某ですねですね H さんがですね、はい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 、ラス知ってっかお前これあこれなってジャッキポイントじゃねえんだぞえどういうことですか正しいっぽいねジャッキポイント風の補強パーツって言ってましたねいや、そう、はい、俺ジャッキポイントにしては、はい、ほんと半端だな中途半端でいいね。あそこの溶接が暗く入って、はい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 、壊れるのの防止のための補強パーツなんですね、うん、基本的にはだからフロントはホーシングの真ん中でいうね両輪上げたいんだけど、うんうん、そうですね片輪ずつ上げたいんだったらホーシングの端っこもしくはフロントの右側だったらデフ下うん、デフ下入れてかアームの下でもいいかあのですね、一応アームの下にジャッキポイントあるんですけど、一応あるよね。うん、だけど、あんましあそこ上げたくないですよ。アームの真ん中あたりにあるんだっけ、うん、ありますね。あるよね、うん。ピボットにちょっと寄ったぐらい。そうだよね。うん、それは、あれですよね、その、工場にあるこういうジャッキの話ですよ、ね。それ、ああ、ガレージジャッキね。はい。うん、ああ、ファンタじゃそっか、フォーシングにかけれないか。でも、ファンタグラフでフォーシング上げる人いるのあのですね、ファンタグラフの場合、あの真ん中の穴あるじゃないですか、うん、あれに純正アームの丸ポッチを当てるあ、そうか真ん中の部分丸ポッチでね、うんうん、あれに当ててやるってなるんだけどどうしてもリフトアップちょっと角度ついてるからそうなるじゃん危ないしないじゃん、うんうん、だから可能な限りリフトアップしてる車はエマージェンシーの時以外パンタ使わないそうですよねあれも使わないどうしてもパンタ使いたい時はフォーシングの横から見た時のフォーシングの丸のセンターの真下のアームこれを入れてね、うん、のところに当てて横向きに、うん、滑らんのを確認した上でそーっと上げて、うん、作業する時も車の下に絶対人間が入らない、ね、安全確保はきちんとやったそれと同時にこの馬のかける場所もそのやる場所によっても変わるけど変わりますねフォーシングの下にかけたい時もあるしフレームにかけたい時もあるしそうそうそう、うん、作業の内容ですよねうん、ちょっと関係ない話して一ついいですか、うん、あのエミリー最近見てますよねもちろんあのキャリーとかも見てるあると思うんですけどあのボディの横の袋のところにジャッキポイントっぽいのがいるじゃないですかそこまで見てるあのドア下のところですよ、ね、あありますねあれってかけたらみんな潰れてるじゃないですかあれ潰れるでしょで俺メーカーに聞いたんですよ、うん、ここでジャッキポイントなのそうなんですけどかけないでください意味わかんないそれ何それ直近のちょっとリフトアップした何それ、まあ、結果の話あの前側 の, その要は、うん、あの新車種 の, あのフックあるじゃないですか、はい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 、フックと、フレームで上げる、まあ、これはほら事故があったからね最近ね、はい、ああそっか、うん、あのジャッキアップの場所と馬をかける場所を教えてくださいっていう人はやらないでくださいそうだね。プロショップに任せてください。危ない、本当危ない。結構危ないです、ね。下敷きに簡単になっちゃうから。命にかかる。ベンチプラス300キロ上げられるようにしたったら平気かもしれないけど。あ、よし。さすがに無理がある、ね。スレがですね、うん、ハイリフトジャッキでチェロキーのタイヤ交換をしようとして、うわで、車からタイヤを外したときに、うんディスクローターの下に左足の足首残ってたんですよ。やばいじゃん。で、こうやったんですよ。うん、そしたら、ハイドチャッキ倒れて、うん、ディスクローターがくるぶしの上に落ちたんですよ。バーンうわやばいじゃん。粉々になった。やばいですね。そりゃそうだよ。で、粉々になった上に、ハイドチャッキ倒れてるじゃないですか。うん、
上げる道具がないじゃないですか。で、あの寮だったんですけど、寮の人がみんな手洗ってて、その状態で、もだえるしかない。数時間単位でもだえてたらしいです。数時間ですか？はい。誰も帰ってこなかった。もうね、地獄だった。最後に進めたのが一番正しい。うんうん、これが分からない人は、そう、あのプロショップに頼む。それが安全をお金で買ってると思ってほしい、うん、あと薄いタイヤをタイヤを挟むじゃないですか、うん、まあね、あれ薄いタイヤでやったら意味ないですね、うん、あれはね、あの両手よりも厚いタイヤ入れなきゃダメなんですよ。ジャッキトラブルは多いんで、落ちた時に人間があのセーフな厚みのタイヤを入れなきゃいけない。薄ペタしたったらいいけどね。無理っすかね。また蝶出ちゃいます。